皆さんどうもこんにちは。ああ、暑。夏なのになんでこんな暑いところにいるんだ。とマリオさんが言うくらい最近暑くてバテてループ主のミーです。暑い時はやっぱり冷たいアイスよね。朝昼晩アイス三昧霊夢だよ。おいそんなにアイス食ってばかりで大丈夫かよ。もちろん大丈夫。頭が、ほら言ったそばから。頭がとろけるくらい美味しいわ。ということで今回もいつもの3人で楽しくマリオメーカーを実況していきます。今回もどんなコースがあるのか楽しみね。それじゃあ早速やっていこうぜ。最初のコースはこのコース、命がけルーレット。さあ、ウプ主はクリアすることができるのか。この回っているハテナボックスからブラックパックンを出せばいいんだね。鍵は最大4つだってよ。ああ、ドッスンが邪魔をして。ドッスンがいないと寂しいのでやり直しました。今度こそ成功させろよ。ドッスンなんてブラックパックンに倒されたままの方が良かったわ。ひどいどん。うわあ、あんまりだー。ウプ主、あんた運なさすぎよ。お、でもようやくブラックパックン出せたぜ。おお、4体も出たよ。でものこの子を踏みつけないと鍵はゲットできないのよ。4体以上出したって必ずしも鍵がゲットできるとは限らないんだな。鍵はあと1本、なんとしてもゲット。嘘だー、せっかく鍵3本集めたのに。もう鍵は3本でいいんじゃないかな。3本まではゲットできるけど4本目がなかなかゲットできないんだよね。クリアするには根気強くブラックパックンを当てるしかないぜ。このブラックパックンでうまくノコノコを倒して。やったー。これでようやく4本目の鍵をゲットしたわ。それにしてもかなり時間がかかったぜ。まあこの霊夢ちゃんがやれば1回でクリアしちゃったわね。お前も何回かやってたけど瞬殺だったじゃねえか。そんなわけないじゃない。でも無事にクリアできてよかった。まったくいつまで僕を待たせる気なんだ。ごめんごめん、ウプ主の運が壊滅的でさ。ぜひ皆さんもこのルーレットに挑戦してみてくださいね。お次はマリオハイパーキャノンボールというコースです。コース名から何やら凄そうな予感がするぜ。矢印がものすごい主張してきてるんだけど、ここに入らないと命はないってくらいにね。別にそこまでじゃねえだろ。このジェットコースター最高だよ。ああ、見てるこっちもスカッとするぜ。でもこのコースはハイパーだからまだまだ続くよ。第2投目、発射。無理やりブロックで勢いを殺されたな。普通だったら全身コッパみじんになるけど、スター状態だから大丈夫。スター半端じゃねえな。やっくん、今の僕は最強無敵なのさ。あいつ楽しんでんなぁ。それにしてもこんなに長い吹っ飛びコースは初めてだぜ。あ、無理を。そろそろアトラクションも終わりに近づいてまいりました。最後に待ち構えているのは一体何なのか、大体想像がつくぜ。だそうです。わかんねえよ。さあ次でいよいよ最後。おいマリオいい子だから止まれ。え、クッパ何か言ってた。あえてゆっくり進んでたぜこいつ。クッパ、頑張れ。お次は何やら赤大砲だけの全自動コースだって。大砲だけで進めるのか。さあ赤大砲の実力はいかに。すごいわ。喋る大砲なのね。驚くところそこじゃねえよ。すごいよ、本当に赤大砲だけで移動している。飛ぶ高さも大砲と傾斜を利用して自流に変えてるぜ。こういう全自動は初めてだから面白いね。それにテンポよく移動するから気持ちがいいね。お、もうゴールか。あっという間だったぜ。これ移動手段にしたらかなり楽だよね。え、君たちもそう思う。もうしか言ってなかっただろうが。お次はみんな知ってるあの曲です。おもちゃの兵隊のマーチだよ。それではどうぞお聴きください。今日はバナナを使ったお料理をします。材料はこちら。バナナ大量と水です。なんて雑な料理番組だ。まず大量のバナナを握りつぶします。そしたらバナナだったものをミキサーに水と一緒に入れます。バナナじゃねえのかよ。フルーツパフェの出来上がり。お前は錬金術師か。ゴリラ3分クッキングをやってたらもうゴールしちゃったよ。あれはクッキングというよりも魔術だぜ。もしかしたら皆さんが知ってるフルーツパフェはあんな風に作られているのかもしれません。じゃあお次はカービィの刃切りを再現したコースです。あれ意外と難しいんだよな。反射神経が大切だよ。合図があったら B ボタンを押せばいいんだな。まずは反射神経巫女と呼ばれている私から。お前そんな風に呼ばれてんのかよ。どんなもんよ。押せよ。よし次は私がやってやるぜ。はっはっは、見たか。ちょっと誤差があったような。いやいや完璧だったぜ。じゃあ次もマリサお願い。ああ、任せておけ。俺様はデデデだよ。静かに。ああ、ミスったー。次はウプ主の番よ。精神を集中させて。よっしゃー、当たったー。猫の手がどこら辺で来るのか覚えればいけるな。それじゃあサードステージもこの調子でいくよ。ずいぶん長いな。きっとそろそろ来るわよ。
ぎゃー。うるせー。あ、あとは頼んだ反射神経にクレーム。任せなさい、最後の方に猫パンチが来てたよね。落ち着いていけよ。そろそろじゃない。マリサー、頼んだわー。おい、反射神経悪い猫って書いとけ。いいか、見てろよ。あ、はっはっは、どうだお前たち。お腹減ったね。何食べようか。こらー、お前らー、ひぃ、成功したとこちゃんと見てろやー。成功したんだ。このコース実は EX ステージもあるみたいなので、反射神経に自信がある方はぜひチャレンジしてみてくださいね。お次は会いたくて会いたくて震える全自動です。まさかあの有名な曲か。それではどうぞお聴きください。ブル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 。会いたくて会いたくて震える。震えを止めてあげよう。相当マリオに会いたかったのね。尋常じゃねえ震え方だったぜ。まさかのオープニングを演奏していただきました。ええー、すげえ。本当にわざわざありがとうございます。まさか演奏してくださるとは思ってなかったから嬉しいわね。いや、びっくりだな。なんでちゃっかりお前もいるんだよ。いいでしょうか。あ、いつもの癖で8000ポイントにしちゃったよ。覚えてろよー。皆さんは変自動というものをご存知ですか？変自動か、聞いたことねえな。それではご覧いただきましょう。ギャー、なんだこの大量のテレサ。これが変自動です。テレサがめちゃくちゃ出てきて螺旋状に並んでるぜ。背景の雲と合わさってもうわけがわからなくなるわ。けっけっけっけ、マリオがどこにいるかわからないでしょ。うん、テレサと雲に圧倒されて。ちょ、マリオのやつずっと回転してたのかよ。全然見えないから気がつかなかったよ。お次は全自動空中散歩です。空中散歩って、そんなことが可能なのか。さあ、空の旅へ出発だ。じゃあ、落ちるー。ビビらせやがって。すごいわ、テンポ欲的を踏んで進んでる。エンダー。エンダーって流れると思ってたのね。残念、流れませんでした。さっきチョロプーは踏みやすいね。踏みやすいとか踏みにくいとかあんのかよ。この落ちるか落ちないかギリギリな感じがスリル満点だね。うわ、ギリギリでゴールだぜ。これはヒヤッとする全自動だったわ。本日最後のコースはこちら。新ギミック。一体どんなギミックなのかしら。大砲とバネを使うみたいだね。間に入るのかな？どうなってんだ。マリオさんがバネをすり抜けたよ。このヒゲは何でもすり抜けるわね。まあね、僕はすり抜けのマリオで名が通ってるくらいだから。絶対嘘だろ。あらやだ。うまくジャンプしたね。あ、わかった。これパックンの白紙をゴム兵に当てるんだよ。うちの子天才ね。誰でも思いつくわ。簡単な謎解きと新ギミックが面白いコースだね。ああ、どうやって進めばいいか考えながらで楽しいぜ。うぷ主の新ショボコースもたくさんの方に遊んでいただけて感謝ね。本当に皆さんありがとうございます。それじゃあまた次回のマリオメーカーお楽しみに。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。それじゃあ今日もじゃんけんいくぞ。最初はグー、じゃーんけーん、ポン。わざわざコースを作ってくださる皆さんありがとな。まだまだ募集中だからネタ満載のコースお待ちしてるぜ。